まあ、今回は簡単の使い方オンラインゼミということで、お越しいただきましてありがとうございます。私が、まあ講師を務めさせていただきます、介護福祉で理学療法士の、岡田と申します。よろしくお願いいたします。今回なんですが、まずは、まあ、どこから始めようかなっていろいろ考えていたんですが、まあ、単純明快にこの力が出せるよっていうのは人を持ち上げるっていうこと、これを結構僕やってたんですよ。お願いします。立ってる人を持ち上げる。でもちろんですね、介護の技術でただ持ち上げるっていうことは、ほとんどないですし、まあ、基本として介護の技術は相手の動きを引き出す。で、動けない方だとしても動けない中でその人の動作を少しでも引き出して、合理的な動きにつなげていくっていうのが、ベースだっていうことはこれ、言っておきたいと思います。ただしですね、この背中と腕との連動性っていうのがどれぐらい出せるかっていう、まず実感欲しいんですよね。まあ、いくらこの手の甲からやった方が強いですよって言われても、どうしても形だけになってしまう。形だけになってしまうと、まあ、技術自体も形だけになってしまって効果がなくなっちゃうということで若干30キロ差っていうのできついかなっていう感じなんですけど、手のひらから漠然と抱えますと、どうしてもこの上腕二頭筋、力こぶ中心で我々抱えがちかなっていうことで、あえてこの腕中心で抱えさせていただきます。この状態に抱えますと、まあ、なんとかいけることはいけるんですが、まあ、ちょっとやる気が起きないかなっていう感じなんですよね。もう、腕だけで遠藤さんの90キロの重さを抱えてしまうっていうことで、まあ、この肩から先腕だけっていうことで、まあちょっと残念な感じです。そこでですね、この手の甲から回しますと、この肩が落ちてくる。実はこの肩が上がるっていうのは、まあ、腕が体幹から離れちゃってる状態で、この肩が落ちるっていうのは体幹としっかりとつながってくる状態と言い換えることもできるんじゃないかと、考えてみたんですが、でそこでですね、さらに、背中の力を出すということで、この手の甲から回していくということをしますと、両方の肩甲骨が広がって背中に適度な張りが生まれます。でもっと言っちゃうと、背中だけじゃなくて、まあ、腰も広がってきて、まあ、背中から腰もさらに胸、お腹、骨盤、足腰まで使ってっていうことで、これで抱えてます。手の甲から回して抱えるってことをしますと、非常にこう軽い状態で抱えることが可能になりますね。まあ、手の甲から回していきますと、やっぱりフィット感があんまり良くないんですよ。手の甲から回していくとフィット感、安定感が良くない。で、あとですね、実際には手の甲から抱えるとやっぱどうしても不安定なんで、ギュッと持っちゃったりして起こすっていうことで、起こす以外の動作がしにくいってことですね。ちょっとここだと再現しにくいんですけど、特にベッドなんかですと、起こしながら足を下ろしていくっていう動きなんかも必要になってくるので、まあ、この手の甲からパッと起こして、でこれでグッといくっていうのはちょっとやりにくいっていうこと で、もっとフィット感、安定感もいい起こし方はっていうと、実はこの手の甲から回していって、背中の適度な張りを保ちながら手首から先だけを返すっていう、手のひらからの方が実はフィット感、安定感はいいんですよ。ですから、普通に抱えている状態に背中と腕との連動性を、プラスアルファする。この手の甲から行って肩甲骨を広げ、手首から先を返すっていう、まあ、こういった動きを交えて行っていったところ、まあ、非常に、さまざまな技術に応用が効くっていう、まあ、手のひらから普通に抱えるっていうことが、実はダメなことではなくて、フィット感、安定感を生み出す上では非常にいいこと
で、そこに、この手の甲から行くといいですよっていう、まあ、武術家が行った動作っていうのを自分なりにこう統合していったわけなんですよね。で、その糸口っていうのは実は日常の動作っていうのはかなり正確に行ってるなっていうところが僕はヒントだと思いました。まあ、武術的な動きっていうのも、武術の技そのものじゃなくて動きの核となるものが、ベースになっている。まあ、武術なんかでもこう歩く姿が武であるなんて言葉あったりしますが、僕、まあ、いろんな解釈あると思うんですが、歩く姿が武であるっていうのはつまり、日常生活の何気ないこの、座ったり寝たり起きたり立ったり日常の動作がしっかりと行われてこそ、武術の技につながるんだっていうふうに僕は勝手に解釈してます。ということで、ちょっとご質問があるっていうことで。そうですね。質問です。はい。はい、足、膝の悪い高齢者が床にへたり込んでる状態の時、立ち上がらせる方法を知りたいです。あ、これは介護ですね。あ、介護ですね。はい。で、その場合なんですか、膝が悪いっていうことなんですが、はい、僕、その方自身とお会いしていないので、どういう状況なのかっていうのは、これ、推測になってしまうことはご容赦いただきたいんですが、いろんな考え方はあります。で、まずは、自分自身が、はい、床からどうやって立つかっていうことを考えてみることが先だと思います。はい、どうしても、介護っていうと介護の技術を教わってよいしょってやってしまうっていうことが先に来てしまうんですが、これ今まで言ったことの質問者の方、はい、マイクをしていただいたので、はい、はい、じゃあいろいろとお話しかけていただければ、はい、こんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、もう率直に母です。はい、はい、高齢者で腰も一度圧迫骨折してるんですけど、はい、両膝が人工関節で、膝をつけないんですね。はい、で移動式のリフトのレンタルをした方がいいかと思います。はあ、これは多分釣りかなんかなんか以外はレンタルできると思いますので、消耗品以外はレンタルできると思いますので、ケアマネージャーさんに頻繁にそういうことがあるんでしたら、リフトのレンタル、これは介護保険適用ですから、安価にレンタルできると思います。そういったことをやった上で、例えば技術としてだったら、いろいろ考え方あるということで、じゃあやってみたいと思います。ありがとうございます。はい、膝は、起きるまでは何とかいけますか？はい。で、膝は曲がりますか曲がりませんか？曲がります。はい。120度ぐらい。120度ぐらい曲がる。はい、はい。その感じまで曲がります。大丈夫です。はい、で、立つことはできますか？立ってある。できます、できます。もちろんできます。はい。立つけど、そういう、今の方がそうやって座ってる状態から一人で立ち上がるのができないんです。あ、わかりました。じゃあちょっとこれ詳しく見ていきますね。で、今まで僕がこう生活の動作がベースですよっていうことの、いい教材になると思いますので。ありがとうございます。で、まず、どうしても我々この膝が曲がりにくい。あ、で、ちなみに120度くらいってのは両膝とも120度くらいですか？そうです、そうです。正座ができないっていうだけです。あ、わかりました。で、退屈割ぐらいには慣れるっていうこと、ね。慣れます。ですね。はい。わかりました。あ、で、この状態でしたら、すごく、今までの流れを実際の動きに落とし込んでいく、いい素材を提供していただいたと思います。で、実は、この床からの立ち上がりのベースになってくるのは、椅子からの立ち上がり方なんです。ですよ。で、椅子からの立ち上がり方でこの状態を再現すると、足投げ出した状態で立ち上がりやすいかっていうと、これ立てないじゃないですか。で、我々だったら、スッと引いて立ちますよね。つま先を引いて。で、これを無意識的にやってます。じゃあ、なぜ
足投げ出してると立ちにくいかっていうと、足裏に体重が乗らないんですよね。足裏に体重が乗らないと土台が不安定です。で、無理やり立とうとしてもこれ立てません。でも、この膝から下ろした垂直線よりつま先をちょっと引くぐらいにしますと、この膝からの垂直線をつま先がちょっと引くような感じにしますと、ほんのちょっと前傾しただけで足にしっかり体重が乗ってきます。体重が乗ると土台が安定してくるので、土台が安定してくると前傾して腰を浮かしてっていう動作がしやすくなります。脚力に頼らない動作がしやすくなっていきます。で、これが実はベースなんですけど、じゃあ、この床上にその動きを、移し替えてみるとどうかっていうと、まず足が投げ出した状態ですよね。で、しかも、曲げられるって言っても、足裏に体重が乗らないですよね。じゃあ体重が乗らない状態だったらどうすればいいかっていうと、体重が乗るようにすればいいっていうことで、ちょっとまず考え方としてやってみますと、実は両膝揃えて立てて立ち上がらせようとするっていうこと、結構介護の現場なんかでもやったりするんですが、ちょっとあんまりうまくいかないケースが多いかなと思います。よくこのままよいしょって引っ張ってしまって、元気な人だったら立てちゃいますけど、もう一回座ってください。いざこれこの状態ですと足が滑っちゃったりとかして、中に工夫する人だと土踏まずのところでつま先をちょっと軽く押さえて立たせるなんてことをやったりするんですが、立った時に土台の面積が狭いのでこうぐらついちゃうんですよね。再度転倒の危険性が高まるっていうことで、僕はあんまりこれはしてないですね。じゃあどういう、ポジションの方がいいかっていうと、実は両膝立てるんじゃなくて片膝だけ立った方がいいんですよ。なぜかっていうと、片膝だけ立てた状態で立ち上がっていくと前後に構えられるんでバランスが取りやすいっていうことがあります。ただしこれ一人では無理ですよね。で、一人では無理なんで、我々が手伝うっていう発想が必要になってきます。じゃあ我々手伝うときどうしたらいいかというと、後ろから抱えた方がいいですね。で、しかもただ抱えるんじゃなくて、これも前半に言ってたんですが、漠然と手のひらから抱えると腕だけになってしまうので、この手の甲から回していって肩甲骨を広げ、肩を落とし、この体幹と腕をしっかりつなげた状態になりますと、ご自分の動きが、相手にまで伝わりやすくなります。もちろんこの手の甲からで手首を返してってことをするんですが、これですね。で、ここから片膝立てるんですか。ちなみに片膝立てるっていうのも脚力が強い方がいいと思います。右と左でどっちの方が強いかっていうのは多分、本当は右だったんですけど、右膝の方が悪いので左です。じゃあ左の方がいいですね。で、この状態なんですけど、お母さんの方は問いかけなんかにはしっかりと反応していただけるような。大丈夫です。じゃあそれでしたらすごい頼もしいですね。一緒に動きをこう引き出すということができると思います。で、ここから抱え方の工夫なんですが、今実は遠藤さんがさりげなくやってたんですが、意外と片膝立てとくのって大変なんですよ。その証拠に結構プルプル来てるんですよ。何気なくこう押さえてました。はい、押さえてた、はい、ですよね。やっぱ卓球の指導者のようなこう脚力ある人でも意外と普段してない動きって苦手だったりするんですよね。でお母様の場合も同じだと思うんですよ。で、そこで
こう倒れちゃう可能性もあるっていうことで、これちょっと難しいんですが、僕これちょっと見えにくいですかね、これ現場的な工夫なんですが、この骨盤のあたりの手の甲からいって手首を返して、ちょっと太ももの内側に手をかけるんですよ。このことによって、あ、手離してください、少し寄りましょうか。この膝を立てるっていうことが非常にしやすくなるんですね。で、離してしまうとこで膝が倒れてしまって、膝が倒れてしまうと足裏が接地しなくなってしまう、土台が崩れちゃうんです。で、ただし、あのお母様、ちゃんとこう膝を抱えてくれてるんだったら、抱えていただければ普通にこれでも、この骨盤に手を回すだけでもいいかなと思います。この状態からですね。で、今から動きのイメージやりますと、膝とつま先が離れていると足に体重が乗りません。要は膝とつま先が重なるように前に押し出していけば、足に体重が乗って膝を伸ばすっていうことがしやすくなるということで、後ろから要は押し出すわけなんですね。じゃあ実際にやってみます。こうですね。で、上に持ち上げてたんですね。で、膝とつま先が重なるように前に押し出していきますと、足裏に体重が乗ってきて立ち上がりやすくなるっていう。で、持ち上げるんじゃなくて横に倒して前に倒してですね、立てた膝側に向かって進んでいきますと立ち上がりがしやすい。動きすれば遠藤に何か宿題というか、次回が1月なので、はい、この年末年始やっとやっておいてほしいことをこれなんですよね。で、ちなみになんですが、しゃがむってどういうことかっていうと、手を思い出すといいと思うんですよ。例えば手が途中までしか握れない状態で1日過ごしてくださいって言ったら、これ困りますよね。これしか動きません。で、実は途中までしかしゃがみにくいっていうのは、指で言えば途中までしか握れない状態で、まあ、動作するのと一緒っていうことで、せっかくのこう遠藤さんのポテンシャルっていうのが十分に引き出せない状態かなって思うんですよね。裏を返せば、まあ、こういったやっぱりしっかり握れてしっかり伸ばせるからこそ、まあ、動きっていうのもさらに良くなるっていうことなので、やっぱしゃがむっていうことをしていただくのがいいかなと思うんですよね。で、しゃがみ方のトレーニングなんですが、はい、普通ですとつま先膝前に向けたままバク転しゃがんじゃう人が多いんですが、つま先膝を股関節からしっかりと広げていくと股関節が緩んできます。その状態からさらに肘を膝の内側に当てて合掌します。で、これきついですね。僕生活することって結構忙しいし体使うことだなって思っているので、まあ、少なくとも僕は今ジムに行く時間っていうのは必要ないかなって思ってます。ただ、まあ、これは個人の感想ですが、まあ、体は生活の中でも育めて、その上で、ジムとか行ったりする人でもまたいろんなトレーニングの見え方って変わってくるんじゃないかなと思います。ということで、あっという間に時間になっちゃったんですよね。まあ、我々の、生活環境っていうと、ほとんどが椅子も立ち座りだと思うんです。指で例えると、途中までしか握れない状態だと思うんだと思います。それとも、股関節から広げて落とすのか。で、骨盤を置くと、その分だけ、膝が高くなりやすくなります。しっかりと構造的に、整った体勢になりますと、この体勢が非常に楽になる。後ほど質問なんかをどうかお聞きしたいと思いますので、チャットでもいいし、手を挙げていただいて、話します。